3度の飯より脱皮が好き、ヘビアのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの脱皮についてお話をしたいと思います。ボールパイソンはですね、脱皮と言って古い殻を脱ぎ捨てることで、新陳代謝や成長していく生き物なんですけど、頻度としてはざっくり月に1回ぐらいですかね。古いものを脱ぎ去ってニューな私になっていくわけですが、プロセスがあって、普通の状態のボールパイソンがいるでしょう。こういう感じの脱皮の準備が始まると、体がね、だんだん曇っていく、目も含めて濁っていくような色に一回なるんですね。でその時何をしてるかっていうと、体の中、皮、脱皮だとして、体のその中のボディと一番上の鱗の間に体液を通すことによって剥離させていくんですね。でその段階になってくると体の色が結構変わってくると、それがある程度落ち着くと、一回体がその濁った色がまたクリアに戻って、でそこから脱ぐんですね。この子はもうまさに今日脱ぐところ、見たら全然違うの分かるでしょう。なんかに包まれているような、覆われているような感じで、頭から体をよじよじさせつつ、こういう突起を使ったりしつつ脱いでいきます。体の中の水分がしっかりあったり、あるいは環境の湿度がしっかりあったりすると、綺麗に靴下を脱ぐように一本脱ぎをしてくれるんですけど、水分が足りなかったりとか、日本では冬とか特にそうですが、乾燥してたりすると綺麗に一本で脱げずにパリパリ脱いでいったりします。この子はちょっと失敗しちゃうかな。綺麗に一本では脱がないかもしれない。鼻のところはもう脱ぎ始めてて、皮がめぐれてきていますね。わかりますかね、白い皮があるところとないところの色の違いと透明感の違いみたいなのがあるんですけど、だいたい数時間かけて脱皮を完了させます。見えますかね、この鼻の先はね、もう脱げているので、鼻先から3ミリぐらいのところがもうなんか脱げ始めてるでしょ。ここも皮ができている。あんまり刺激しない方が良いので、ほどほどにしたいと思いますが、脱皮ってね、すごいエネルギーを使うんですね。そりゃそうよね、ニューな私になるわけだから、体もよじよじするし。だからこの脱皮期間中っていうのは餌をあげないようにしています。食べ物の消化っていうのはすごくエネルギーのいることなので、そのエネルギーがかかることを重複させない、脱皮は脱皮で終わらせてから疲れさんということで餌をあげるようにしています。脱皮期間中っていうのはそもそもその食べなくなるんですけど、あんまり自分でもそうやって食べなくなるんですけど、稀にね、脱皮期間中でも関係ねえぜっていうフードファイターがいますが、あげれば食べるかもしれないけど、この脱皮期間中っていうのはあげない方が良いと考えています。僕もなんか日焼けしすぎると脱皮したりしますが、パリパリとね。人間っていうのはそう、脱皮っていうか、その日焼けで皮がめくれたりとかじゃなくて、新陳代謝でこう赤としてそげ落ちていくじゃないですか。でボールパイソンはこうやってもう丸ごとストンと古いものを脱いでいくっていう生き物です。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの脱皮についてお話ししました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は、概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は、公式 LINE からお問い合わせをお持ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。